リア、ベントンに行ってマーラ・アラモンの身柄を拘束してくれ。5番街のトンネルの中で気を失って、意識が戻ってもう移動している可能性もある。了解。政府にも警告しておけ。ローマーは要求が通ろうが通る前が関係なく、ウイルス爆弾をぶっ放せ。分かってるわ。公園の方の情報はあった？公園中に小型爆弾がばらまかれてる。メイン爆弾を持っているのはギルト。ローマ、こちらベント。作戦を変更する。ジェンキンスの部隊がやられた。状況を確認しに行ってもらいたい。一体何があったんです？ CBTC が攻撃を受けている。君は危険物処理班が到着し作業を行う間、彼らの援護と爆発物の捜索に当たってほしい。了解。できる限り援護します。リア、メイン爆弾の爆発まで1時間もないわ。よし、分かった。発信機の周波数を947でセットしたわ。 CBDC も OK よ。それを見つけてくれれば、私の方でテロリストを突き止められるわ。
救出に失敗した。救出に失敗した。リア、人質は救い出したと CBDC に伝えてくれ。俺は任務に戻る。了解、伝えるわ。
が信号を追っているの。スタンバイして。リア、聞こえるか？そこから少し北の方角で何かの信号をキャッチしたわ。リンカーメモリアルに向かって移動しているわ。ローマーのリストからテロリストを当たってくれ。爆弾は遠隔操作されてるようだ。あったわ、ホルヘ・マルコスよ。今からそいつのデータを送るわ。標的の一人に加えてくれ。
マルコさん、きっと周波数を変更しながら更新してたのよ。いたわ、ギルドは北側にある敏感メモリアルよ。ウイルス爆弾もそこだ。 CBDC を待機させておけ。今は入り口に、CBDC に来るように言ってる。